滋賀県出身のアコースティックギタリスト今道正隆です。まあマー君とかウマミッチーとかウマちゃんとかって呼んでもらえると嬉しいです。そうですね、こんなギターってこんな表現方法があるんだっていうのをすごくびっくりしたのを覚えてて、なんかこのボディの部分を叩いたりとか弦だけじゃない表現方法みたいなのがあって、俺もやりたいっていう気持ちになったのを覚えてます。ギターのその特殊奏法ってめっちゃ難しいんですけど、でも練習したらできるってことが分かって、その表現、そうするとなんか自分の表現したいものが表現できるっていう魅力があることに気づいて、そこからまたなんだろう、ギターって面白いなって思うようになりましたね。はい、ポーランドのアコースティックギタリストでマルチン・パトザリック君っていう子がいて、後でスペル送りますね。彼はすごく尊敬してますし、エレキギターだとあのレイジ・アゲンスト・ザ・マシーンっていうバンドのトム・モレロっていう人を尊敬してます。はい、右手はですねコーティングしてまして、上からこれ映ってますかね、あの固めてるんですよ、こうしないと割れちゃうんで上から固めてて、これでこう叩くようにしてます。はい、あとハンドクリームとかは結構塗ってます。まあお店でやってもらうこともできるんですけど、基本自分でやってて1ヶ月持つかな、1ヶ月ぐらいに1回は交換してました。路上ライブ、そうですね、基本的にその初めて見る方が多いので、どうやったら伝わるかなっていうのと、僕ギターのインストルメンタルなんで歌がないんですよ。だから人柄を伝えたいなと思ってて、だからできるだけたくさん喋るようにしてます。はい、歌上手くないんですけど、歌うのは好きで、あの安全地帯さんの悲しみにさよならって曲も好きです。これからはですね、今 TikTok を始めたんですけど、ギター演奏ショート動画ですねをどんどん発信していきたいなと思っていて、TikTok に限らずインスタとかもそうなんですけど、こうギターのテクニックをちょっと近くで映したものをどんどんネットで発信していきたいなと思ってます。はい、加えてあのそろそろライブができるようになってきたので、ライブハウスの活動も再開したいと思ってます。ギターのインストルメンタルってなかなか聞かないと思うんですけど、こんな表現があるんだっていうので楽しめると思うので、ぜひ僕の演奏ちょっとでも聞いていただけたら嬉しいですし、SNS、Twitter、Instagram、TikTok フォローしていただけるとすごく嬉しいです。はい、ライブでも待ってます。よろしくお願いします。